初球を打ったセンター方向、伸びた伸びた伸びて捉えていった。それを見てセカンドランナーが一気に三塁を回った。ホームに帰ってジャイアンツ同点、追いつきました。あっという間に追いつきました。若林の同点タイムリー、なおランナー二塁に残ります。ここは鮮やかにあっという間の同点になりましたね。そうですね、本当に本当あっという間って感じですよね。吉川、増田、若林とこの若いメンバーでつないで同点としました。このバッティング一体どうでしょう、このボールも含めてなんですが、ボール自体はね、ちょっと甘いんですよ、はい、でも初球からねしっかりよくね振り抜けましたね。そうですね、はい、